千葉県シスラッカーさんからいただいた夢のお便りです。久々に変な夢を見たので投稿してみました。夢の中で私はテレビを見ていて、その番組は某ジャニーズのグループがやっている料理対決したりゲストとなんかしたりする番組です。その料理対決のお客様がなぜかモックさんでした。お客様であるはずのモックさんがブロッコリーを切って茹でて皿に盛っただけで拍手の嵐。そして場面は変わり、今度は愛知県へ。なぜか私がモックさんの代わりに取材に行くことに。釣り橋の上で子供たちが釣りをしていたので声をかけて私も釣りに参加しました。私が竿を投げてから少しして当たりが来ました。ああ、これは番組のやらせだなぁと思いつつもマグロを釣り上げました。ただそのマグロの大きさが異常なほどでかく、30メートル近くもある巨大なマグロでした。私は子供たちに、クロマグロって普通は3メートルぐらいだよねと疑問を投げかけました。そして宿に戻り、帰るために車で高速道路を走行中、なぜかチャリが2台走っていたので危ないなぁと避けつつも、しばらくしたらサザエさんがチャリで猛スピードで私の車の横につけました。私、カツオが引かれたって？サザエさん、うん、わかってる。